ブラモス2、または、ブラモスマイナス2、または、ブラモスマーク2は、ロシアの NPO マシノストロイエニアとインドの、防衛研究開発局合同の、ブラモスエアロスペースにおいて、共同開発中の極超音速巡航ミサイル。ブラモス系列の2番目の巡航ミサイルである。ブラモスエアロスペースでは、アブドゥル・カラームに敬意を表して、ブラモス2と呼称している。 未確認の報告によると、ブラモス2は、ロシアの極超音速巡航ミサイル 3EM22 ジルコンの派生型であり、ロシアの超音速ミサイル P-800 に基づいた共同設計ともされている。ブラモス2は、射程が 450km で、速度がマッハ7に達する予定。飛行時の巡航時は、スクラムジェットエアブリージングジェットエンジンで推進する。最高速度は、 現行のブラモスの2倍で順調に開発が進めば、世界で最速の巡航ミサイルになる。ロシアは、ブラモス2が、マッハ号を超えるための秘密の燃料の蘇生を、開発中である。ミサイルの製造費用と、寸法等の詳細はまだ公開されていない。複数の派生型の設計が2011年10月に、完了して2012年から試験が開始された。 2020年から試験する予定。ロシアの第四世代の多目的駆逐艦にも装備される可能性がある。